このディープラポカットのサンプルで、これ、石川の田舎に住んでた時の、これ、キツネなんですよ。トレイルカメラを仕掛けといてね、うちの裏庭にキツネが出るんです。裏庭、裏、うちと言っちゃいけないかな。裏山があるんだよね、大学の横に。そこにあって、キツネがあったんだけど、そのキツネのデータで、ちょっとこの動物のトラッキングをしてみましょうっていうと、こういうふうに撮れて、どんな画像でも、これ耳、さっきと同じように耳と鼻と尻尾のところで撮ってますが、どんなものでもトラッキングできます。ただ、ニューラルネットワークをトレーニングするときに、ここをトラッキングしてくださいっていうのは、人がニューラルネットワークにいくつか例を見せてあげるわけですね。だから多分、発生のときの幹細胞のなんかこう、動きとか、ビデオと撮っておいて、分化するときの、細胞の動きとか、こういうのでトラッキングできますね。で、まあ、こういうの、便利な手法で、まあ、偉い人がね、マティスかな。が、って人が、ドイツの人だと思いますけど、こういうふうなコードを作っていて、ちょっとインストールするのめんどくさいですけど、ちょっと僕も試行錯誤しましたが、そうすると、こういうのができると。それで、実際、研究としては、ちょっとジャグリングの行動研究をしてたりします。で、ジャグリングの行動研究で、ジャグリングで、この人すごいジャグリングうまいんですね。それで、ジャグリングをして、ジャグリング、お手玉ですね。このボール3つのジャグリングをしてると。その時に、その人のノウハウを取って、こう、あの、3次元的な行動もと、あの、モーションキャプチャーで撮っています。でも、これ、ビデオで撮ってみたんだけど、ビデオで撮ってみて、どれぐらいも、ディープラボカットでトレーニング、撮れるかって。今、僕、この操作している画面が出てると思いますが、その操作している画面は、僕がこのトラッキングしたい場所、鼻と肩と肘と手先というのを、トラッキングしたいよというのをネットワークに教えてるんですね。そのサンプルをいくつか教えています。で、これをカチカチいくつか、適切なフレームで、やっていく。まあ、5分ぐらいやっていくんですね。で、鼻の位置をちゃんと調整して、まあ、これ適当にやってますね。肘、肩、肘、手先っていうのをやってます。それをずっとやっていって、それで、サンプルを教えて、これサンプルで教えた例ですね。それで、これいくつか教えたサンプル、何フレーム、19フレーム教えてますね。それで終わったら、これが終わったら、これが終わったら僕は、ネットワーク、コンピューターでこれをトラッキングしてもらうと。そうすると、そのコンピューターで、こういうふうにトラッキングしてくれる。で、人の場合にはオートポーズとかいうプログラムがあって、人の、骨格系のデータが入っていて、それを自動的にやってくれるっていうのがありますが、ディープラボカットの場合には、こちらがどこをトラッキングしてくださいっていうのを教えるので、自動的にやってくれます。自動的にじゃあ、どんな特徴でもトラッキングすることができます。だから細胞トラックするとかもできる。まあ、こういうの Python ちょっと勉強すると、最近ディープラーニングの本がもう山ほどあって 僕も全然覚えてないんだけども、まあ、MATLAB でも、まあ、Python かな。Python でやると、Python をちょっと学習するとこういうことができて、もしかしたら皆さんの研究に役に立つかもしれませんね。なんで、プログラミングは、特に Python は、パソコン持ってたらタダでできますから。で、MATLAB も東大だったら包括ライセンスがあるんじゃないかな。そうすると、MATLAB って高いんですね。MATLAB すごい便利で、僕は脳波の解析、行動解析、そういう神経のモデルの解析とか、ほとんど MATLAB で、心理実験とか、ディープラーニングとか Python 使ってるという、住み分けをしてますが、まあ、今後 Python がどんどん主流になっていくでしょうね。まあ、Python でも MATLAB でも何でもいいんだけど、プログラミングができると、自分の考えてることがね、数式で書いて解けたと思っても、コードで書くと動かないことがいっぱいあって、それは自分の理解不足なんですね。で、今日話しているそういうふうな、ニューロンのモデルも、なんかプログラミングを書いてみて、ちゃんと動いてみるかどう、動くかどうかっていうのを確認すると、とてもいいトレーニングになります。なので、まあ、ちょっと分野が違うので、神経科学のプログラミング、
やったことがないと、それはそうだと思うんだけども、何かデータ解析とか、モデルとか、今、ちょっとググるといろんな人たちがサンプルコードとか発生はよく知らないけど、神経科学だとすぐ動くコード、論文についてるコードを動かしてみて、その論文を試してみることができて、それが動いて面白かったらちゃんとコードを読んで、そして自分でちょっとデータをそのコードを変えて自分のアイデアを組み込んでいくっていうのが一番いい練習だと思いますね。なんでぜひ皆さんプログラミングをやってください。まあはい、そんな感じ。まあ、なんかこういうデータ解析とか、やってみたらいいと思いますよ。はい。まあ、こんなも役に立つもん。あとね、なんかね、最近はね、僕試してみて面白そうだなと思ったのは、ネズミの鳴き声っていうのは、人間が聞こえるのの可聴域をはるかに超えてて、人間は頑張っても 2万Hz ぐらいしか聞こえないですけど、ネズミって15万ヘルツぐらいまで鳴き声って鳴くらしいですね。そうすると、それを超音波のマイクで撮って、それで何を喋ってるかっていうのを、まあ、こう解読する、ディープラーニングを使って、で、撮ってきたマイクのデータを取ってきて、ソノグラムに直して、そのソノグラムを、ディープラーニングで画像解析すると、こういう時にこういう声が出るという、まあ、餌をもらって喜んでる、仲間とじゃれ合ってる時にこういう声が出る、威嚇してる時にこういう声が出る、縄張り争いしてる時にこういう声が出るっていうのが分かるらしいんですよね。で、ネズミの声って聞こえないから我々何考えてるか分かんないけど、もしかしたらそういうのを使ってネズミが何考えてるか分かると面白いですね。で、だんだんそういう機械学習とかディープラーニングとかの方法が、今まで分からなかったことを、分かるようにしてくれるし、今までもう本当時間がかかってしょうがないような単純作業、こういうような単純作業がパソコンでできるようになってきたっていうのはすごい時代ですね。なので、ぜひプログラミング、何か Python の本なり、マトラボの本なりを買って、一冊やってみるといいと思いますんで、まあ、これプログラミング演習の授業じゃないからやらないけど、まあ、この今日やってる話を、で、数式の話が主になりますが、プログラミングを、まあ、おいおいやってみるといいでしょうね。まあ、なんか無駄話ですが、はい、ちょっとこれがうまくやったり見せたかったんですが、それでいいですかね。レゾネーターのファイアまで終わって、じゃあ次ホジキンハクスリーの話にここから入りたいと思います。ちょっと無駄話がいつも多くて困るんだけど、いいですかね。はい、行きましょう。で、生物の学生さんだから、僕よりも生物をもちろんよく知っていると思うんですが、大丈夫ね。まあ、細胞の、この、昨日ちょっと話した脂質の二重膜っていうのがあって、それが細胞の内質と細胞の外質というのを分けていると。で、それで、その中で、じゃあ、外と何で何が違うのかって言ったら、イオン、特に、ポタジウムイオンとかカリウムイオンとナトリウムイオンの差が、細胞の中と外で、違っています。この場合は、カリウムイオンの例ですね。英語でポタジウムイオン。時々僕ポタジウムイオンって言ってカリウムイオンって言ったりしますが、カリウムイオンの、濃度というのは細胞内で高い。細胞内で高くて細胞外で低くなっています。で、ナトリウムは逆で外が高くて中が低くなっています。外の方がナトリウム、ソリウムイオンというのは外の方が多い。で、この、活動電位のメカニズムとして重要なイオンというのはナトリウムイオンとカリウムイオンの、まあ、その2つと思ってもらっていいです。で、昨日脂質の二重膜で細胞というの細胞膜があって、細胞の外と中が分けられているという話をしました。で、その中で、実はそのイオンチャンネルというものがあって、そのイオンチャンネルがその選択的にカリウムイオンとかナトリウムイオンを通すようになっています。で、それがホジキンハクスリーで出てくるわけですけども、で、ここでこのカリウムが中で多くて、外で少ないということで、この濃度差によって、こちらにプラスがあって、こっちにマイナスがある。で、こちらにプラスが多くて、こちらにプラスが少ないということは、プラスが
中の電位がマイナスに帯電しているから、こちらに引き寄せられているというふうに考えるわけですね。そうすると、その、今、2つの例を言いました。ここの細胞内と細胞外のイオンの濃度、この場合カリウムイオンの濃度が中と外で、与えられている。それと、細胞内と細胞外の電位というのが関係しているというのが直感的に分かりますよね。そのプラスが集まっていて、こっちにプラスが少ないとなると、こっちがマイナスに帯電して、こっちがプラスに帯電しないといけない。そうすると、このマイナスに、こう、電位があるので、このプラスの、電荷がこういうふうに引き寄せられる。こっちはプラスに、電位があるので、プラスの、カリウムイオンは、こちらにはあまり多くない。つまり、濃度差と、濃度、二つの内外の濃度と、内外の電位差というのは何か関係があるということが直感的に分かりますね。それを定量的に関係つけているのはネルンスト方程式という方程式です。で、これは、内側の電位を E インと書きます。ここの電位を E イン、これを E アウト。で、慣習としては外側の電位をゼロとするのを取るので、こことここの電位差、電位というのはその一つの値というか電位差で見るものですから、内部の電位というのを測るときに、外を基準として、ここをアースにとっているようなものですね。ここをゼロとして、外の電位をゼロとして、中の電位がいくつですかっていうのを測るのに、この公式を使います。この公式を使うと、中と外のイオンの差というの、濃度の比のログを取ったもの、自然体数のログを取ったものに、まあ、何か定数をかけたもの、R 気体定数と温度、そして Z というのは荷電数ですね。この場合は、カリウムの時にはプラス1ですね。F というのはファラデー定数というのを使って、計算する。で、ポタジウムイオンの場合、この公式を使うことができる。で、この公式は、統計力学のボルトマン分布から出すことができるんですけど、まあ、細かいから、こういう公式があるというのだけ覚えておいてください。この公式を覚えなくてもいいけど、こういう公式で、イオンの濃度とイオンの濃度と電位差というのが関係つけられるということを、こういう公式があるというぐらいでいいです。で、じゃあ具体的に計算してみましょう。ポタジウムイオンの場合には、この外、内と外の濃度というのはこういうふうに知られているので、ここに入れて、ここに入れて、そして多分この温度が多分体温ぐらいを入れたんじゃなかったっけな、僕は。それで計算してみると、マイナス102ボルトということなんで、ポタジウムのに関しては平行電位がここがマイナス102ボルト、102ミリボルト。だからだいたい 0.1 ボルトですね。電池が 1.5 ボルトだから、その15分の1ぐらいの、電位。まあだから、そう考えると大きいですよね。電池 1.5 ボルトでしょ ?1 ボルトでしょ。それで、これが 0.11 ボルトじゃないですか。それで考えてみると、神経細胞の大きさっていうのは、だいたい10マイクロメートルですね。細胞体の大きさは。10マイクロメートルっていうと、10のマイナス5乗。だから10万分の1ですね。10万分の1メートルの小さいところに、乾電池の、まあ、大体10分の1ぐらいの電位差があると思うと、まあ、結構大きい電位差ですね。かなり大きい電位差になってる。サイズを考えると、まあ、電池なんて、まあ、数センチあるじゃないですか。そうすると、こんなちっちゃいところに、まあ、電池の10分の1の電位差ができてるのは、かなり大きいものになっています。で、これが、ネルンスト方程式という方程式で、これを拡張したのが、ゴールドマン・ホジキン・カッツ方程式といって、この次のスライドにあるのかな。関係しているニューロンというのが、ニューロンというイオンというのが、カリウムだけじゃなくて、ナトリウムとか塩素イオンとか、そういうのが関わっています。入っています。で、そういうのを考えてみると、その、外と中の、電位を決めるのが、実はその、カリウムだけじゃなくて、ナトリウムとか塩素というのも含まれているわけですね。
先ほどカリウムだけで出しましたが、ナトリウムとか、塩素イオンを考えることで、この電子あの神経細胞の平行電位というのを求めることができます。でこれがゴールドマン・ホッチキン・カッツ・イクエーションといって、ネルンスト方程式を拡張したものだと思って、複数のイオンの場合に拡張したものだと思ってください。で、これ、細かい数字が並んでますが、どこを見たらいいかな。ナトリウムを見てみましょうか。ナトリウムを見てみると、細胞外と細胞内、これは多分ミリモルだと思うんだけども、の単位で、外側と内側で、まあ、だいたい10倍ぐらいの、ナトリウムは外の方が大きくなっている。18と150、まあ、ざっくり言って10倍近いですね。で、カリウムは随分違っていて、100倍までいかないかな。50倍ぐらい違っている。50倍違っていて、中の方が多い。で、塩素イオンっていうのは外の方が、これは大きいですね。これも、150倍ぐらいは大きい。で、まあ、カルシウムも外の方が、まあ、カルシウムは外が大きくて、なんか可塑性の時に流れ込んだりしますが、今ちょっとカルシウム忘れて、重要なのは、ナトリウムは細胞外で多い。カリウムは細胞内で多い。こういうの知ってるんだよね、生物の人のがね。僕よりね。僕よりきっと詳しいんだと思うんだけど。で、この濃度差っていうのが知られ、濃度差っていうのを実験的に測っているので、それに、このパーミアビリティっていうのは、膜の通しやすさという意味です。膜の通しやすさが、カリウムは大きくて、次は塩素が大きくて、ナトリウムは一番小さいっていうのを、こう、それも知られている実験結果として、パラメーターとして入れて、濃度を入れて、そしてここら辺ケースなので入れてあげると、そうすると、ここのところで、神経細胞の、平行電位っていうのはどのぐらいかっていうのが分かります。それが、これ計算してみましょうと。この数字を、ここに書いてある数字を入れましょうと。この、イオンの濃度、内外の濃度を入れて、内外を入れて、そしてこのパーミアビリティのパラメータとこの定数を入れてあげると、だいたいマイナス62ミリボルトという、まあ、だいたいマイナス60からマイナス70って言われているので、まあ、妥当な値が出てくるというのが分かります。で、こういうふうにイオンの、濃度差と、そのイオンの濃度差によって、で、イオンの濃度差によって神経細胞の、電位というのが決まるというのがゴールドマン・ホジキン・カッツ・イクエーションです。で、先ほどのインテグレート・アンド・ファイヤーとか、いろいろ、あとクアドラティック・ファイヤー、あとレゾネート・アンド・ファイヤー、いろんなニューロンを持ってきましたが、あの時にイオンがどうこうとか、そういう話は一切しませんでしたね。で、ああいうモデルというのは現象論的モデルといって、ニューロンの発火のパターン、発火の入出力の関係ですね。こういう入力カレント I を入れたら、こういう発火の、パターンが出てくる。こういう活動電位が、こういうスパイクが出てくるっていうのを記述する。入出力の関係を記述するためのモデルであって、その中で生物生化学的にどういうことが起きているかっていうのは気にしない。そういう意味で現象論的と言います。現象論的というのは、その入力と出力を記述するモデルという意味です。で、もちろん僕もそうなんだけど、神経科学の人は、まあ、それはそれでもちろんそのモデルもいいと思うんだけど、よりなんかその、じゃあ神経細胞の中でどうやって発火が起きているかというのを理解するために、より生物学的なモデル、それがホジキン剥水、今から説明するホジキン剥水というモデル、それはこういうふうにイオンの濃度差というのを明確に考えて、そのイオンの濃度差を使って、この特定のイオンを通すような、このメンブレーン、リピットバイレイヤーのところに入っているような、の中に入っているイオンチャンネルというメカニズムを考えて、そのイオンチャンネルが開閉することで、活動電位が、アクションポテンシャルが出たり出なかったりするというのを、記述するのがホジキン剥水方程式になります。いいですかね。で、ちょっとやっていくと、そうそう、ここを見せた方がいいかな。いきなり方程式が出てきて、ちょっと、
と、ま、あれ、これ間違ってね。これプラスのはずだ。ちょっと待ってね。あれれれ、これだ。この前直したのに。ごめん、これプラスだ。符号が逆だ。この前直したと思った。あとで直しておきますが。はい。ごめんなさい。これ大事な方程式がね、間違っちゃったね。ホジキン・ハクスリー方程式。なんか名前は聞いたことあるという話を昨日してくれましたが、これ、まあ、4つの変数があります。V というのは今までやってたように、マクデーンですね。マクデーンの、を表しています。そして、この GK というのはパラメータ。この GK バーというのはパラメータ。EK というのはパラメータ。N というのが力学変数。で、M というのも力学変数。H というのも力学変数。あとは、ここら辺のやつは定数になっています。もう一回言うと、V と N と M と H というのが、力学変数。力学変数というのは時間変化する定数ですね。で他のこういうの GK バーとか EK とか、G の NA バーとか E の NA とか G の LA バーとか E の LA っていうのは、定数になります。そして I というのは電流で外部から与えるものだと思ってください。で、力学変数というのはどういうものかというと、時間変化するものです。で、N、M、H の力学変数だと言いましたが、N、M、N、H というのがこういうふうな方程式にとっています。で、昨日、インテグレート&ファイアニューロンの話のところで、M を微分して M になる。ね、ちょっと昨日の方程式とほとんど一緒でしょ？時系数が、ここ時系数があって、これが平行値があって、で、これ基本的に昨日やっていったエクスポネンシャルの式、解くと、この V が一定だとすれば、この時系数と平行値が求まっているよう、与えられているような、指数関数の、ものになりますね。昨日やったように。で、これも N も同じ。で、これも H も同じ。で、MNH っていうのはどういうのかっていうのをこれから話していって、ホジキンとハクスリーがどういうことを考えたのかっていうのを言いたいと思います。だから、これがノーベル賞を取った方程式なんですね。で、これを、この方程式を、解いて、この方程式を解いて、解くと、さっきのスパイクの現象というのが、記述できるというのが、ホジキン・ハクスリー方程式というものになっていきます。でですね、どこを見たらいいかというと、これを見て何やってるか分かる？おーい、聞いてる？どうでしょう？この方程式を見てちょっとびっくりする？なんかこの方程式を見てどう思うっていうぐらいでいいんだけど。ちょっとパッとはちょっとわからないかもしれない。意味がわからない。ちょっと難しいですよ。はい、そう、素直ですね。正直に教えてくれてありがとう。僕もこの方程式見たときに、最初に初めて見たときに、なんだこれと思いましたね。意味がわかんないと思いました。意味がわかんない、当然です。実際、複雑だから。だからそこをちょっとね、時間をかけて説明して、ホジキン・ハクスリー方程式ってそれほど難しくないんだよっていうのをやっていて、だまあ、高校の物理に毛が生えた理解ぐらいでできるんですね。ただ、どの方も難しく書きすぎてるというか分かりにくいので、ちょっと説明、ホジキン・ハクスリーの方程式が説明し書いて、あと説明ちゃんとしてないんですね、のが多いので、ちょっと説明していきます。なので、ホジキン・ハクスリー方程式がどういうのかっていうのをまず考えていきましょう。で、まず最初の方程式というのは、実はキルヒホフの法則になっています。で、高校の時、キルヒホフの法則ぐらいやったよね、きっとね、物理で。物理やってんのかな？僕はやってました。お、よかった。キルヒホフの法則ってやってるよね。やってます。はい、電流が保存されるって話ね。それと、あと、オームの法則が分かれば、とりあえず最初の式は分かります。で、これを最
細胞をちょっと分かんなかったら止めてね。細胞のこれが細胞の膜だと思ってください。細胞膜があって、その細胞の外を定義としてポテンシャルをゼロとする。で、細胞内を、まあ、V を VM、まあ、V って書いたり VM って書いたりしますが、細胞内の電位を V、まあ、この普通はマイナス60マイクロボルトぐらいのところにあるわけですね。で、それはどういうふうなものを透過回路と言います。透過回路といって電気回路と思いましょうと。で、その皮質の二重膜は電気を通さないので、コンデンサーとして働きます。コンデンサーとして働くというのは、コンデンサーというのはここに電流が、この電荷があるとプラスとかマイナスとかがたまるということですね。そこにイオンがたまる、内と外で濃度がたまっているというのを記述するのがコンデンサーの働きです。で、この対応して3つのイオンに、ホチキン白水方程式に対応して3つのイオン、カリウムイオンとナトリウムイオンと塩素イオンというのがあって、それに対して、イオンチャンネルがそれぞれに選択的にカリウムだけ通すやつ、ナトリウムだけ通すやつ、塩素だけ通すやつというイオンチャンネルがある。で、イオンチャンネルがあると、その選択的な電流のこうカリウムが流れ込むことで生じる電流 IK で、ナトリウムが流れ込むことで生じる電流の I の NA、でこれ、まあ、リークって書いてますが、こう、まあ、それ以外、この2つ以外はリークって書くことがよく多いので、まあ、リークって書いてます。まあ、こうしてください。で、この3つのイオンチャンネルのところにこうやって起電力があります。で、この電池があるというのは、カリウムの方が、中よりも、中の方が外よりも濃度が大きいので、中が負に帯電して、負に帯電して外が正に帯電しているっていうさっきの説明ですね。そのさっきのネルンストの方程式から出てくる平行電位というのを電池に置き換えているのがこれです。なんでイオンチャンネルがここにあって、イオンチャンネルを流れる電流がある。そして濃度差があるために起電力が生じていて、これはネルンストの方程式で出るやつ。一方、ナトリウムは外の方が多くて、中の方が濃度が多いので、濃度の 外の方が濃度が高い。それで内側は濃度が低いので、電位としては、中側がプラスで外側がマイナスになっている。こういう電池の置き換え。で、まあ、このカルシウムじゃない、塩素イオンも一緒ですね。こういうふうに置き換え。で、こう置いてあげると。で、キルヒホフの法則は何て言うかというと、今電流、その細胞に電流何か I っていうの、さっき最初に電流 I っていうのを言いましたね。その電流 I を入れると、その電流の入ってくるやつと、この内向きの電流をプラスと定義するっていうの定義があるので、ここに入ってくるやつと、これを分岐して、出てくる IK と I の NA と I の L と、あとはこの、コンデンサーの変化で生じる電流の IM というのがバランスしているというのがキルヒホフの法則ですね。これが与えた電流 と、これがコンデンサー、ナトリウム、カリウム、それ以外のイオンの、イオンチャンネルのカレントがこういうふうにバランスしているというのがキルヒホフの法則ですね。これいいよね。そんな難しくないよね。で、この生物のイオンチャンネルとか膜電位というのをこういうふうに、透過電気回路として置き換えて、記述しているのが、まずこの式ですね。この式がホジキン白水の第一の式になりますというのを説明していきます。で、まず I の M のところは何ですかというと、キャパシタっていうのかな、コンデンサっていうのかな、今コンデンサって言ってだキャパシタっていうんだっけ、僕らの頃はコンデンサって言って、最近はキャパシタって言うんですって言われたんだけど、まあいいよね、なんかコンデンサってわかるよね。なんかこう、絶縁体があって、電位をかけるとここに電位がたまるってやつです。で、これがキャパシタの容量があって、ここに膜電位があると、生じる電荷というのは Q ですよと。ここに Q という電荷がたまると。Q は、そのかけた電位に比例するような電荷がたまるというのが、このキャパシタの。ですね。で、ここにじゃあ流れる電流っていうのは、ここ絶縁体なんだけども、電位が変化すると、ここに電流が
あたかも流れたように見えます。それが、この時間微分を取ってみると、この時間微分を取ると Q の時間変化というのが電流になります。で、これの時間変化は Q、この電荷、ここに溜まっている電荷 Q が変化すると流れる電流 M、IM というのになりますから、これを時間微分したものは IM になる。そして、時間微分しているので V の微分。なので、先ほどの式で、この部分は、C× V の時間微分というふうになります。ここはいいよね。この式、この式がこう出てくる。ここまで大丈夫ですかね。で、もう一つは、ここに、このイオンチャンネル一つだけ取っていきましょうと。で、今度はオームの法則です。で、このナトリウムの場合には、ここに、この細胞外の電位をゼロとして、細胞外をゼロとして、細胞内を VM とすると、ここに電池が1個噛んでいるので、結局こことここに、ここの電位差、この抵抗が、イオンチャンネルを抵抗と思うと、ここに流れる電流っていう、ここの電位差というのは、V に、ここに電池があるの、E の NA、ここの電池の大きさを引いている V 引く E の NA というこの左辺のところがこの電流の電位差で抵抗の電位差になります。抵抗の差こことここで、の電位という電位差というのは VM 引く E の NA これが爆電位とあとネルンストのポテンシャルの分を引いてあります。でこれが電位ですね。これがここの抵抗にかかる電位差があって。それで電流を求めるためには電位差に抵抗をかけて電流をかけるこれオームの法則ですよね。これも高校の物理かなんか理科なんとかでやるはずやってるよねきっとね。そうするとこれいいよね。そうするとこうで。で、ホジキン・ハクスリー方程式というかこういうふうな神経細胞のモデルの時には抵抗の代わりに抵抗の逆数として、抵抗の逆数としてコンダクタンスという量を使います。コンダクタンスというのは、抵抗の逆数です。名前がついている。で、コンダクタンスが、抵抗が大きいと、コンダクタンスは小さくて、抵抗が小さいとコンダクタンスは大きいという、逆の関係になるわけですね。で、これを、抵抗で割ってあげると、電流というのは、電位差にコンダクタンスをかけたもの。コンダクタンス、コンダクトっていうのはその通しやすさって意味ですから、これが大きいと電流が大きく流れて、これが小さいと電流が流れないというのがコンダクタンス、電流の式になりますね。で、まとめると、さっきの電流のバランスの式というのがありました。これがキルヒホフの法則。そしてこれがコンデンサーから出る電流。そしてこれが、さっきちょっとカリウムだけで説明したのかな、ナトリウムで説明したのか、ナトリウムだけで説明しましたが、他のイオン電流も、コンダクタンス×電位差、そしてこの起電力のところ、ここのところがネルンストのやつで、イオンごとに違うので、この値は違いますが、考え方は電位差と、電位差にコンダクタンスをかけたところのイオン電流が流れるということですね。で、この3つのイオンがこういうふうにある。で、これを、この式、これが膜の、コンデンサ、これが、イオンチャンネルの3つの式、オームの法則から出てきた式、これは出てきた式をキルヒホフの式に入れると、これが電流の式で、ここが、キャパシタンスの電流で、これがイオン電流ですから、これを入れて、ちょっと式並べ替えてあげると、この式になる。ここまで大丈夫？大丈夫です。そんな難しくないでしょ？はい。ね、だからいきなりこの式を出されるとちょっとびっくりするんだよね。だからキルヒホフの法則とオームの法則からこれが出てきますっていうのは、ちょっと説明すればいいだけなんだけど。よかったよかった。分かったらいいや。大丈夫ですか？分かんなかったら止めてね。じゃあこの1番目の式は大体いいですね。大体よくて。大体いつのまだちょっと説明したいところがあるんだけど、こういうような式が出てきたら、その膜電位をコンデンサ、イオンチャンネルを抵抗としてモデル化してこういうふうに出てるっていうのが分かってくれればいいです。
ね。で、これからイオンチャンネルのモデル化、その G の、これ今 V のとこしか考えてないでしょ。V のダイナミクスというのしか考えてないんだけども、発火のメカニズムとしてホジキンとハクスリーが考えたのは、ある程度、膜電位が上がるとカリウムイオンとかナトリウムイオンの、イオンチャンネルが開いたり開いたりすることで、イオンが流れ込んできてたり流れ込んできたり流れ出したりすることで活動電位が生じるんじゃないかということを考えたのがホジキンとハクスリーです。もともとそれベルンシュタインっていう人がそのホジキンとハクスリーの50年ぐらい前にそういうことを言ってたんだけど、まあそれはその時にそういうのを調べる方法がなかったんですね。それで昨日ちょっと話してくれたけど、イカの巨大軸索というのを使って、こういうのをコンダクタンスの変化とかをホジキンとハクスリーは調べたんだよね。1940年代の後半から50年代の初めぐらいにかけてそういう実験をやったんですね。で、それをやって、だからこれからそのコンダクタンスというのが、実はこれが定数ではなくて、膜電位の関数として変化するもんじゃないですかということを考えた。で、例えばナトリウムイオンっていうのは、細胞膜の外側で多くて、内側で少ない。そうすると、ナトリウムイオンが、もし、このコンダクタンスが大きくなって、ナトリウムイオンが流れ込むことがあれば、プラスの電荷を持ってますから、プラスの電流が内向きに細胞内に入ることになって、膜電位を上げることになります。で、そういうような、それで活動電位ができるんじゃないかということを考えたのが、ホジキンとハクスリーです。じゃあ、このコンダクタンスがどう時間変化するかというモデルをちょっと考えてみましょう。これコンダクタン、これは今の式はコンダクタンスが与えられたとしたら、その膜電位がどう変化するかというのを記述する式なので、今度は電位が与えられたときに膜電位がどう、膜電位、コンダクタンスがどう振る舞うかというのを記述することを考えてみましょう。で、これがそうですね。ナトリウムの電流、さっきのやつと一緒ですね。ナトリウムのイオン電流というのは、この電位差に、コンダクタンスをかけた。で、コンダクタンスが先ほど変数だと、時間変化する変数だ、力学変数だと言いましたが、それを、このコンダクタンス G の NA というのが、実は可変抵抗で、これ可変抵抗って意味ですね、この矢印がつくと。この抵抗、これ抵抗の電気回路の式にこうやって矢印がつくと可変抵抗というと変化するということですね。で、どういうふうに変化するかというと、M の3乗かける H で3乗とか M と M、N というのはちょっと説明しますが、M と N という2つの変数を導入したと思ってください。M は、イオンチャンネルを開ける変数、H は閉める変数だと思ってください。あとでもうちょっと図を書いて説明します。で、それを先ほどのこうどれぐらいの時定数を持っていてどれぐらい開けるべきかというのですね、これ、タウがどれぐらいのスピードで、この M が振る舞う M の反応の速さを示しているのがこのタウ M という変数で M の無限大っていうのがこの平行値ですね。昨日の、インテグレート&ファイアと数式上は一緒ですね。で、タウの H という占める変数の方もこういうふうに時定数と平行値の値というのが与えられているとしましょう。で、次を見ると、これ昨日と同じですが、この方程式、なんかこの V を一定にして、このタウ M と M の無限大という平行値が分かっていたとすると、初期値をこう与えられたとすると、方程式が解けて、この方程式こうなりますね。昨日とほとんど一緒でですね。こういうふうに解ける。そうすると、t を0とすると、ここが、このエクスポネンシャルが1になりますから、m の無限大が消えて、この定数になる。そして、時間が無限大になると、
このエクスポネンシャルの項がこの t の t が無限大に行ってマイナスなので、このエクスポネンシャルが消えてこの第2項が消えるから平行値に近づくというのが分かりますね。で、イオンチャンネルがマクデンイので与えられる、平行値と自定数によって、平行ある値に近づいていくというふうなことを、記述している方程式になります。で、ちょっと抽象的だね。後でもうちょっと話しますが、でカリウムも同じようになっていて、カリウムも、カリウムのコンダクタンスというのを自定数として N というカリウムの、のイオンチャンネルを開ける閉める、まあこの場合開けるだけかな、あのカリウムの場合は開ける変数が4つあるんですね、4つあると4乗になってるんですね。で、そのこの定数最大コンダクタンス、コンタクタンス最大値があって、それを変化させる N の4乗というのがこの0から1から変化するようなあの変数が4乗としてかかっている。で、方式の多角数は N が4乗というのはこれ、実験データに合わせるようにやっています。で、もちろんこれ、数式上、差も分かったように書いてますが、ちょっと説明していないのは、先ほどのタウ M の V とか、M の無限大の V とか、そういうのをどうやって決めるか。これこの関数がわからないですね。タウ M っていうのは V の関数である。M の無限大っていうのは V の関数である。と言ってるんだけど、じゃあこれどうやって求めるんだっていうと、これは数式では求まらないです。数式上は求まらない。ので、ホジキン多角錐は、そこで以下の巨大軸索を使って、V を固定した条件、ボルテージクランプ、電位固定法っていうのかな。電位を固定した状態で、このM という変数がどう振る舞うかというのを調べたのが、調べてこの関数とこの関数を実験的に求めています。それがホジキンの多角錐の実験で求めたこの関数とこの関数は我々知らないです。それは実験的にホジキンの多角錐は、電位固定法で求めています。のでちょっと書いてないですが、その形はなんかどっか教科書とかに書いてます。で、なんでここはだから実験データが入ってます。それと、ここの、N の4乗というべきは何かというと、ホジキンと多角錐はその実験データに合わすためにこの N の4乗になってるっていうふうにすると、実験データによくあったんですね。なんで、4乗というのをここに入ってます。そうすると、なんで N の4乗なのか不思議ですね。まあこれ誰も分からなかったわけですが、うまくいくね。で、イオンチャンネルを見てみると、実はこれカリウムイオンの分子構造というのを、まあ調べた人、マッキノンノーベル賞もらってますね。2003年かな。そこら辺、2003年ぐらいのノーベル賞をもらって、る人ですね。2003年っていうことは、そっか、50になる前にノーベル賞もらったのすごいね。でそれを見るとカリウムチャンネルの、分子構造がこういうふうに螺旋構造が4つあって、これが普段は閉じてるんですね。閉じていて、カリウムチャンネルを通さない。それでその4つのこの螺旋が全部開いた状態になるとカリウムイオンを通せる状態になる。そしてこの4つというのが全部閉じているだけども、どれか1個閉じてたら通さない。4つとも開いてバッて開くような形に変形すると、ここをカリウムイオンが通せるようになって、カリウムイオンが自由に行き来できるようになる。でこの4つの螺旋があるという構造がこの N の4乗に対応しているわけですね。それを見てみると、今これが閉じている、開いている、この4つの螺旋というのは簡単に考えると4つが独立に閉じたり開いたりしていると考えると、これちょっとグラフ模式的に書いてみました。この見方は、これ1つのカリウムイオンチャンネルで、そこに4つの螺旋があると、その4つの螺旋が開いている状態が、全て開いている状態、1つそれぞれが開いている状態を白丸で書くことにします。
で閉じている状態っていうのを黒丸で書くことにします。でこの場合は、4つともさっきの螺旋というのが閉じている、これは4つとも螺旋が開いている、この時だけ、チャンネルが開いてカリウムが流れるように、で1個でも閉じていると、これがカリウムが流れない状態になっているわけですね。カリウムイオンが流れない状態になっている。で、それが、確率的にこうやって閉じているのから、4つ閉じているのからどれか1個が開いている状態、そうすると4通りありますね。でそのうち4つのうちどれか2個が開いている状態で2個が閉まっている状態って6通りありますね。でこれは4つのうち、3つが開いて1個閉じているというのは4通りありますね。で4通りのうち、4つの螺旋が全部開いているというのが1通りありますね。でこれを確率的に、1つの、螺旋が開いている確率を N で、もう閉じている確率はそうすると 1-N になりますね。そうすると閉じている確率というのはこの場合は全部閉じているので 1-N の4乗になります。 これが1、この閉じているという確率が 1-N なので、ね、それが4つあるので4乗になりますね。独立だと思う。でこの場合は開いている確率が N なので4つあるので N の4乗になります。で N の4乗というのは何かというと、この4つの螺旋が開いているというのが、開いている確率、だからこの、イオンチャンネルの取り得るすべての状態のうち開いている確率は何ですかって言ったら N の4乗になっているわけですね。それを記述しているのがホジキン博士の、N の4乗の意味です。大丈夫かな。どうでしょうか。一応なんかその4つあって、その4状態、4状態というか4つのそれぞれの状態の、うん、まあ、はい、が、まあ、開いてる、閉じて取り得るっていうのを記述してるっていうのは、まあ、一応分かったつもりです。はい、はい、まあ、それでいいですよ。今の説明で分かんないとこあったら止めてね。はい、はい、どうもありがとうね。なんか無理やり分かってるとか聞いちゃうと、ちょっと不安になるので、時々分かるか分からないか教えてください。はい、で、ホジキンとハクスリーはノーベル賞をもらってますし、マキノンもノーベル賞をもらってますし、ちょっと今日はスライドに入れてないけど、イオンチャンネルの一個一個の働きを見るために、使われるパッチクランプっていう方法があって、パッチクランプっていうのは、その膜電位にこうやって、なんだ、ガラス管をくっつけて、それでそこのところで一個一個のイオンチャンネルの振る舞いを見ることができる技術があって、それが1970年代に作られて、ザックマンとネイヤーという人が作ったんですね。その2人もノーベル賞をもらっています。ですから、ホジキン博士に関係する話で、もちろんホジキン博士とマキノン と、そのネイヤーとザックマンという、3つのノーベル賞が出てるんですね。なんで神経科学の神経科学はノーベル賞が多い分野ですけど、特にこういう神経科学、単一神経細胞の働きというのはよく調べられてますね。で、まあ、そう、ホジキン博士というのは結構今、多分なんとなく分かってくれたって、それでいいと思います。ちゃんと勉強すると本当に難しいので、今日、入門の入門と思ってください。なんで、N の4乗が出てくるというのは、こういうふうな、実はこのもっと分子的な構造があって、4つの螺旋があって、4つの螺旋が開いたり閉じたりするというのが、実はそのホジキン博士の深い意味というのがあったんですね。なんかまあ、だからホジキン博士の時にはこれこういう構造が見つかる40年前ぐらいのホジキン博士っていうのは N の4乗っていうのをこういう構造を知らずに入れて、それで後で見つかるっていうのは、後で、こういう構造が見つかってちゃんと対応がつくというのは、なんかちょっと神がかり的ですね。なんかちょっと奇跡というか、ちょっと背筋が凍るというか、なんてホジキンと博士のこういうのは見えてたんだろうかとちょっと思いますね。なかなか不思議な、なんか 数学で、こういうのをフィットしていたら、実はそういう構造があったというのは、うん、できすぎな気がしますね。そういう。そんなにうまく話があっていいのかなと思いますけど、うまくできてるんですね。で、さっきの、ちょっと細かくなりますけど、その M の3乗とか、
M とか H とかいう変数っていうのは何だっていう話する。これも分子的に対応がつくんですが、漫画的に書くとこういうふうになっていて、ナトリウム、ソリウムチャンネルの方は、閉じているものと、こうやって、この今閉じているバーに対応するのが変数 M で、この丸いボールみたいなのが H になっています。で、M と H の、M の3乗かける H という変数な、のがコンダクタンスになってますが、普段は M が閉じていることで、ナトリウムイオンが通れないようになっています。で、ナトリウムイオンが、外の方が多いですね。でもこのイオンチャンネルが閉じているので中に入り込めない。で、膜電位が上がると、この M が、M に対応するところが大きくなって、パカッと M が1になって開きます。そうすると、このように、イオンがこういうふうに流れ込んできます。で、流れ込んである程度電位が高くなると、この H に対応するやつが閉まります。H が0になってここを閉めます。そうするとそれ以上流れなくなって、これが、まあ、それでだんだんこうやってまたワンサイクルとして戻っていってっていうのを。で、ここのところで、ナトリウムチャンネルが流入してくることで、中の電位が上がって活動電位が出て、そして、戻っていく。で、特にこの M と H、こうやって開けるものと閉めるもの、M が開けるもので H が閉めるものということで、一瞬だけ上げることができて、一瞬だけこう、ナトリウムイオンを流れ込むことができている。なので、この2つの働きがあるので、ナトリウムの、活動電位というのは1ミリ秒という短い間だけにポコンと立って、そういうふうな突発的な行動ができるわけですね。で、イオンの流入、ナトリウムイオンの流入が、活動電位を生み出すと。そして、それよりも遅いカリウムチャンネルというのは普段は閉まって、さっきやった N の4乗のやつで、これ本当は4つあるんだけど1個だけ書いてますが、普段は閉まっているんだけど、活動電位の終わりぐらいの頃にゆっくりとこれは開き出して、そしてカリウムイオン溜まったこちらの方の細胞内の方が多いカリウムイオンを細胞外に排出します。そうすると、上がった電位がを下げることができます。だから急激に、活動電位の電位が上がるのはナトリウムイオンが流れ込む。そしてその後にゆっくりと立ち上がってくる、カリウムイオンのイオンチャンネルが開いて、余分なカリウムを外に出すということで、電位が、平行電位に戻っていくという上げるものと下げるものですね。ソリウムイオンが上げてカリウムイオンが下げると、そういう振る舞いをしていると思ってください。なので2つの、イオンが重要な働きをしているというのはこの2つです。で、他に塩素とかあるけど、まあ、そこはまあいいでしょう。で、まあこれもいいかな。で、実際にこの方程式を解いてみると、これ解いてみ、さっきの方程式を解いてみて、電流を、これ電流ですね。これ電流を入れると。弱い電流を入れるか、強い電流を入れる。で、弱い電流を入れた時の、その反応としての、膜電位がここに書いています。で、ちょっとだけの電流を上げると、ちょっと上がるけど、すぐ、元に戻っていってしまう。そして、強い電流を上げると、ぐわっと上げて、敷地を起こして、ここのところで、活動電位ができてまた戻っていくというのが記述できます。で、これを見てみると、コンダクタンスを見てみると、ナトリウムが一瞬最初に高くなっている。この最初に高くなっているところは、で、このナトリウムが高、ナトリウムのイオンが、イオンチャンネルが空いているので、外から流れ込んできて、電位がぐわっと
プラスの電荷が流れ込んで上がると。そしてその後ゆっくりしたあのカリウムイオンチャンネルが開いて、それでカリウムが外に流れることで、ゆっくりとあの、電位が戻ってくるというのがあのこの振る舞いです。大丈夫でしょうか？大丈夫です。わかった難しいよね。なんでホジキン剥水方程式、最初に見せた時よりはなんかわけがわかんないということはなくなりましたかね？そうですね、なんかイメージはつきましたね。よかったよかった。そのだからこれが、このキルヒホフの法則から出ていて、この M と N と H、 M と H っていうのがナトリウムイオンに対応しているもので、ナトリウムイオンを開けるものとナトリウムイオンチャンネルを閉めるもので、 N というのが、カリウムイオンチャンネルの4つの足、4つの螺旋のどれかに対応している。まあそのぐらいでいいです。でその M の3乗とか N の4乗とか、そういうのは実験的に求められたので、生物はそうなっているとしか言いようがないところがあります。でもこういうのよく見つけたね。この1952年って言ったらコンピューターがない頃だからね。今だったらこういうの一瞬でできますけどね。手回し計算機でこれを計算したっていうのが驚くべき人たちですよね。はい。で、まあ、ホジキン剥水方程式というのが、それほど不思議じゃないものだっていうのが分かってもらえばいいです。不思議なところもあるんだけどね。まあ、なんとなく、こういうことを記述している。で、マトラボでね、書けるんですよね、そらね。常微分方程式ですから、V と M と N と H なので、初期値を与えて、そして、電流 I を与えれば、この振る舞いがどうなるかっていう、初期条件から、どう振る舞うかっていうのは計算できますね。それはまあ、微分方程式になるわけです。で、これは今、パラメータが書いてありますね。さっきの E の NA って書いてある V って書いてますが、これどっかのウェブページから取ってきたんですね。最初から書くのがめんどくさいんで書きましたが、パラメータはこうあって、これがこの4つぐらいが平、この3つが平行電位、これが、コンダクタンスの最大値、これが膜の、キャパシタンスになっている。で、この V、M、N、H って4つの変数を4次元ベクトルとして定義しましょうと。そしてちょっと説明しなかったですけど、さっきのタウとか平行電位っていうのをこういうふうに、実はアルファとベータというので式で書かれて、ここはこういうもんだと、実験データで求められたこういうのを入れていますので、こういうもんだと思ってもらっていいです。これはまあこういうもんだと思ってください。そしてここで、ナトリウムのカレントM の3乗 H かける、コンダクタンスの最大値に電位差をかける。でカリウムも一緒ですね。それであとはリーキーカレントも一緒ですね。それをやって、微分方程式の式をこういうふうにやって、微分方程式をこうして、その微分方程式を解いてくださいというのを、こうやって微分方程式を定義してあげれば、あとは、マトラボでも Python でも、 Python だったら栽培があるでしょうし、なんか ODE なんとかとかいう関数があるんですが、それを使うとこの方程式、この方程式を自動的に解いてくれて、入力を入れるとこういうふうにスパイクが出て、それでこれがコンダクタンスの式で、コンダクタンスが、ナトリウムが開いて、脱分極、電位を上げる。そしてその後に遅いカリウムチャンネルが開いて、過分極、電位を下げて引き戻す。ここがナトリウムチャンネルが動いていて、ここがカリウムチャンネルが引き戻すという働きが、ホジキン剥水によって、活動電位のメカニズムとして、明らかになったわけです。どうでしょう、ここまで。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。質問は？もう特にないです。面白い。そうですね、なんか一番面白かったのが、なんか4乗のとこでなんか、はい、チャンネルがまあだから線4つあるっていうのは後から分かったみたいなとこが、ああそうだよね、すごい面白いです。
数式でこの N の4乗っていうのはどういう意味があるのかっていうのはよく分からなかったんだけど、実はそういうふうな分子的な構造があったっていうのはちょっと神がかり的だよね、さっき言ったように。すごいです。でこれで大体ホジキン白水の方程式って何ですかっていう話になって、それでちょっともうちょっと具体的な抽象的な数学のモデルに入っていくんだけど、まあ1時間やったしまた5分ぐらい休みますか。はい、はい、じゃあ5分休憩、じゃあ11時2分とか5分ですけど、今までで質問ないですか？なければちょっと休憩して、それであと30分ちょっとぐらいやって終わりにしたいと思うんですけど。はい、大丈夫です。じゃあまあ、じゃあ11時5分ぐらいまで休もうか、せっかくだから。はい、じゃあ11時5分に再開しますね。じゃあここで一旦休憩。はい。